皆さんこんにちは。鉄道系 YouTuber チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は大正時代に開業した無人駅と題しまして、徳島県鳴門市にあります JR 四国鳴門線金比羅駅をご紹介いたします。金比羅駅は1916年、大正5年7月1日、阿波電気軌道金比羅前停留所として開業しました。1933年、昭和8年7月1日、阿波鉄道が国有化されました。1987年、昭和62年4月1日、国鉄分割民営化によりJR 四国に移管され、現在に至ります。ご覧の通り単式一面一線ホームの地上駅で、駅番号は N08 です。それでは金比羅駅最寄りの長谷寺と金比羅神社に行ってみます。Yes.
ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。